徳島 YEG の商いラジオ。この番組は若き起業家が所属する徳島を盛り上げるための団体、徳島商工会議所青年部のメンバーが登場し、自身の商いやメンバーとしての活動を紹介する商いのバラエティ番組です。集える仲間はそれぞれに、地域を支える気概持つ、願いを形に変えるため、商工会議所青年部、求めて我らは立ち上がる。改めましてこんにちは。徳島 YEG 商いラジオスタートしました。ナビゲーターは和渕道代です。今日もよろしくお願いします。さあ、それでは早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。第24回の、本日のゲストは株式会社木の内代表取締役、そして YEG では第18代現会長でいらっしゃいます木の内隆さんです。木の内さん、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、そしてもう一方スタジオに入っていただいております、 YEG 事務局をされております白草義弘さんです。白草さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。急遽ね、入っていただきまして、はい、助っ人ということで会長を盛り上げていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。さあ、まずはですね、木の内さんの、株式会社木の内代表取締役ということなんですけれども、はい、この株式会社木の内でのお仕事内容について、詳しく、前にね、はい、来ていただいた時そんな詳しく聞けなかったんで、そうですね、聞きたいなと思って。はい、はいはい、内装材料の卸売と内装仕上げ工事をやってまして、で取り扱ってる商品が壁紙ですね。住宅とか、はい、公共施設とかですね、はい、建築物の中の壁紙とかカーテンとか、とブラインドとか、あとカーペットとか、こう塩ビ系の床材ですね、はいはい、そういったものを主に扱ってます。あと、襖紙とか、掛け軸掛け軸材料とかを、はい、じゃあすごいいろんな種類があるでしょうね。なんか壁紙だけでも何種類もあるんじゃないんですか。ありますね。今日持ってきてくれたんですよね、はいはい、すごい重い。持ちました、白草さん。いや、まだ。すごい重いんですよ。あ、そうですね。この中から選ぶ、それはカーテンの、これカーテン、私の方にあるのがカーテンの。おお、ね、今白草さんが持ってくれてるんですけど、これが壁紙。壁紙なんですけど、これ当社が扱っているメーカーさんの壁紙の一見本なので、各メーカーさんが何冊か持ってて、そのメーカーさんもいくつかあるので、ものすごい種類はあります。じゃあある程度お客様のところに行くときにはこう絞り込んでいくんですかね。そうですね、このメーカーのこの見本を持っていこうと思って、あんまり持って行きすぎると迷っちゃいますよ、ね、決まらないんで。確かに、はい、コーディネートして持って行ったり、はい、しますね。こう図面にここはこの壁紙どうですかっていうコーディネートをして持って行ったり、その方の好みとかを、ね、そうですね、聞いてね、はい、白草さん、どんな色が好きなんですか、壁紙。私は紺色とか。紺色あ、落ち着く系。そうですね、YG のカラーでもございます。あ、なるほど、うまいこと言いましたよ、はい、会長ね。さすが、さすがですね。そうなんですね。じゃあ、カーテンと合わせて、こういう組み合わせどうですか、はい、っていうの。そうですね、そういうのもあります。へ、はい、そっか。木の内さん自身も、はい、こういう型紙のサンプル持って行かれることって今はあるんですか。今は少ないですけど、知り合いのところとかは行ったりします。持って行ったり提案したり、はい、へー、なんか最初、一番最初した時とかは、はい、なかなか好みつかめなかったりとか、そういうこととかもあったんですか。そうですね、やっぱり商品が多すぎて、なかなか難しいんと、実際入社当初とか、はい、ほぼ素人なのでそうですよね。僕の好みに進めてるね、あれなんですけど、で
こうやっぱり慣れてきたら、うんうんうん、やっぱり白かなっていう。あ、やっぱ白が多いんですか。まあそうですね、落ち着く色。まあおすすめして無難なのはやっぱ白やし、うんうん、貼って、うんうん、はい、問題ないのは基本白に白にしとったら失敗しないという。あ、なるほど、はい、でも壁紙の色だけでだいぶお部屋の雰囲気って変わりますよね。そうですね、最近はね、アクセントクロスって言って一面だけこう色を変えてみたりっていうのが流行ってる、まあ、最近多いですね。はい、そうなんですが、じゃあ白の中に一つだけ赤とか青とか紺とかね、はい、それこそ紺とか。へえ、はい、そうなんだ。でもいろいろ面白いですね、はい、今の仕事を始めるきっかけって何かあったんですか。まあ、きっかけは家業でね、後継ぎということで、はいはい、徳島の方に帰ってきまして。帰ってきたということは、はい、県外の方に行かれてたんですか。そうです、学生の時、まあ、東京行きまして、うんうんうん、でその後4年間ですけど銀行に勤めてました。あ、銀行の方に、はいはい、あ、そうだったんですね。もうまた全然違う職種になりましたけど。そうですね、迷いとかはなかったんですか。まあ、いくら家業とはいえ、まあほんなにね、子供の頃から、うん、家の仕事見てたんで、会社の上に住んでたんで、うんうんうん、あ、はい、子供の頃から知ってる社員さんがおったりしたんで、馴染、はい、みはあったので、はい、逆にどうして銀行マンに一度なられたんですか。どうしてでしょうね。いや、まあ、いろんなね、商売、まあ、銀行さんってこう、うん、いろんな商売の方とお付き合いするじゃないですか、はい、まあ、それでまあ勉強になるかなと思ったり、あ、はい、いろんなの商売を見てみたいっていうのはまああったので。うーん、はい、じゃあその東京埼玉で銀行に勤めていた4年間ですかね、はい、4年間っていうのは勉強になりました。なりましたね。やっぱりまあ帰ってきて思ったんですけど、この決算書見たり、うん、はいはいはい、自分の会社の決算書、まあ多分何もやってない人とかって、うんうんうん、自分の会社の決算書とか、まあ、帳簿とかってあんまり分からんと思うんですけど、はいはい、まあ、そんなところ全然抵抗なく、まあ、数字はね、そうですね、強い、はい、まあ、銀行さんとの交渉とかも、あ、そりゃそうですよね、はい、こういうふうに言ったら銀行動くとか、はいはいはい、ハードルなくできました、はい、あ、それはすごい、そうですね、いいですね。白草さん知ってました、会長が元銀行マンだったっていう。いや、すいません今日知った言ってないですよ。え、白草さんと YEG で知り合った感じ。そうです、この4月から事務局をさせていただいてました、はい、じゃあ本当にまだね、そうそう、まだ関係がまだ浅い状態で、まあ、今日ね、いろいろそんな状態でいろいろ今日は木之内さんのいろんな面を見えるんじゃないかって、はい、そんな気しますね、はい、来てしまいます。いや、来てよかったじゃないですかね会長の、え、そんなとこあったんだ会長っていうの、はい、もしかしたら飛び出すかもしれません。いや、ないと思いますけどない行けますよ、はい、ああそうか。で、まあ、家業を継いだということなんですけど、はい、最初はやっぱね、さっきもおっしゃってましたけど、全くの素人からのスタートだったということで、はい、いくら家業とはいえ、はい、お父様に教えてもらってっていう感じですか。そうですね、お父さんとか、まあ、社員、うん、その昔からいる、はい、とかですかね、はい、一番最初に一番苦労したことって何でした。これもう今はできるけどこれが大変だったなみたいなのって何かありました。まあ、やっぱ商品が多いのってすごく、あ、そっか、それを覚えるのと、うん、やっぱり全然卸なので、うんうん、現場に行くことってあんまないと思ってたんですけど、結構現場に出ることが現場でも建築現場に、ね、うんうん、はい、行ったりすることが、はい、多かったので、はい、まあ、最初はやっぱちょっと慣れんかったというか。あ、はい、そうですよね。で、まあ、ね、相手も、うん、まあ、現場監督さんとか、うんうん、大工さんとか、はい、そういう人とかとお話ししないといけないんで、はいはい、まあ、ちょっと
銀行の時とはお客さんが違うというそうがね、はい、また違う感じなので、そうか、それが、まあ、ちょっとご苦労された点っていうことなんですけど、はい、逆にもうあの今って何年目ぐらいになるんですか？帰ってきて、22年か。あ、はい、じゃあその22年の中でやりがいを感じた時とか思い出に残ってる仕事でことって何かあります？そうですね、やっぱり内装の仕事なので、うん、あの施工した後あのその現場行って店舗とか病院とか行って、うんうん、あ、ここうちが仕事したっていう、あ、あの見えるんで、それはやっぱり達成感があるというか、そこがいいところかなと思います。あ、はい、こう施工しているところっていうのは、はい、現場見たりするんですか？まだ出来上がってない状態とか。あ、そうですね、見ます、はい、でその後、まあ、出来上がってそこの施設に行ったら、そうですね、あれがこうなってたんだ、はい、なったんだっていうような、はいはい、そうですね、まあ、うちらが壁紙貼った後に、まあ、家具とかいろいろ入ってきて、うんうん、まあ、ちゃんとした建物になってできている、まあ、その一部が見えるので、うん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 、あ、綺麗になったなという達成感はあります、ね、あ、はい、そうですよね、うんうん、また大型リゾートホテルの内装も手がけた。そうですね、まあ、これもだいぶ前になるんですけど、うん、まあ、帰ってきてすぐぐらいにあのこの現場用意行ったんですけど、はい、まあ、すごく大変だったんですね。冬の寒い時で、まあまあ、中の仕事なんでまだマシなんですけど、うんうんうん、外はもうストーブずっと炊いとって、そうか、まだ出来上がってないですもんね、はい、そうですね、まあ、ほんで全国から職人さん来るような大きい現場やったんで、大変でした、まあ、時間もなかった、工期も、ね、短かったんで、はあ、じゃあコミュニケーションを図るのも大変ですし、そうですね、体力的にも大変だったし、はい、帰ってきてすぐってことは、まあ、今まで東京で、まあ、よく分かってない、分かってない状態で、はい、でも出来上がってそのホテルに行った時には、そうですね、はい、まあ、行くたびに、うん、まあ、綺麗やなって思うもあるし、あのしんどかったなっていうも、あ、いろんな思いがしますね、はい、へえ、はい、そうなんですね。で、あの徳島 YEG に、はい、あの入会したのはいつになるんですか？これは2013年の4月に、うんうん、当時、まあ、YEG の副会長を務めていたあの工務店の社長さんに勧められて入会しました、はい、あ、はい、そうなんですね。で現在あの18代目の会長を務めてらっしゃるということなんですけれども、はいはい、どうですか、会長になられて。いや、 やっぱり今ねあのコロナでね、うん、ああそうかなんかまあ思うように、うん、活動がね、活動がちょっと進まないというか、はい、いろいろ議論とかこの議案立てて、はい、あのこれしたいあれしたいってやるんですけど、やっぱり延期になったり中止になったり、うんうんうん、思うように進まない感じ。そうですね、いやもう唯一この飽きないラジオがそうですよ、はい、スタートしましたもんね。そうなんですよ、できてるんで。どうですか、まあ、はい、このラジオどうですか。いや、ものすごくいいと思います。いや、この間の四国の会で発表する機会があって、はいはい、すごくあの注目をいただきまして、すごいじゃないですか、はい、白草さん ね、 そうですね、ね、あ、そうだったんですね、はい、じゃあ大成功という、はい、聞いてくれてます毎週毎週はい、本当ですか、会長。はい、あとで YouTube で見たり、ああ、はい、そう YouTube でもね、はい、見れるようになってるので、はい、ね、白草さんももちろん見てくださってますよね。あ、そうですね、はい、あのあの YouTube で後から YouTube で後から後から、はい、今日も映ってますからね。そうですね。いや、今日はね助っ人で来ていただきましたが、木之内さんの会長ぶりどうですか。いや、もうあの私はついていくだけでございますので。でもなんか、はい、あの私も3回目かなお会いしたの。でも木之内さんいつもこう冷静でいらっしゃるから、なんかこう任せておけるっていう感じしますよね。なんか決めることとか、ね、こうパニックになることってあるんですか。うわーってどうしようどうしようみたいになることってあるんですか。いや、ありますね。あの落ち着いとるというか、あんまりですよ、ね、なんか深く考えてないというとこと思うんですけど。あ、でもそれがいいのかもしれないですね、はい、まあ、でもちょうど本当コロナ禍の中での大変な時に会長になったということなんですけど、はい、まあ、いつか会長はやってみたいなっていう気持ちはあったんですか。いや、ない
です。なかった、はい、まあみんなに推薦されて。そうですね、はい、押していただいたんで。でもやっぱそれだけね人望があったっていうことなんでしょうね、はい、でここでお知らせがあるんですよね会長。はい、はいはい、ですね、ここで、私も所属しています、事業者の方々を支援し地域活性化などに寄与することを目的とする経済団体である徳島商工会議所、そして同じく経済団体として各組合への支援を行う徳島県中小企業団体中央会、こちらの2つの団体では令和4年4月1日採用での正規職員を募集しています。詳細は各団体にお問い合わせいただくかホームページをご覧ください。ご応募お待ちしております。はい、ということでですね、興味のある方ぜひですね問い合わせていただきたいと思います、はい、お願いします。よろしくお願いします。さあそれではですね、ここで木内会長からのリクエストをいただいておりますので、その曲を1曲聴いていただきましょう。ワムでラストクリスマス。徳島 YEG は地域社会の健全な発展を図る商工会議所活動の一翼を担い、時代への先導者としての責任を自覚し、地域の経済的発展の支えとなり、新しい文化的創造をもって豊かで住みよい郷土づくりに貢献します。新規入会者募集中、詳しくは徳島 YEG ホームページで。さすがですね会長、スラスラスラって出ましたよ。素晴らしい、生で読んでいただきました。さあそしてですね、先ほど聞いていただきました木内会長からのリクエスト曲はワムでラストクリスマス、はい、聞いていただきましたが、はい、まあ季節外れでしたけれども、はい、どうして選んでいただいたんでしょうかね。まあ季節はね全然違うんですけど、はい、僕誕生日が12月25日なので。あ、クリスマス、はい、一応まあ思い出ということですね。それで選んでいただいたんですね、はい、そうですね。あと小学校6年生ぐらいの時にこのワムっていうのがめっちゃ流行ってて、うんうん、で洋楽好き、まあ、幼いながらに洋楽好きの友達に初めてこう教えてもらって、あ、いい曲だなって思った、ね、はい、初めていい曲だなって思った洋楽だったわけですね、はい、そうですね、はい、あ、でも本当いい曲ですよね、はい、クリスマスなんだ木内会長ねえ、白草さんまた一つ知りましたね。そうですね会長の誕生日まで今日はゲットしてよかったですね。何か贈り物今年のクリスマスは、はい、クリスマスプレゼント返さないかんの本当だ、誕生日プレゼントもらったらね、はい、じゃあ私も渡そうと倍返しにしてもらおう、はい、さあそんな感じでですね、現在 の、まあ、会長でいらっしゃるんですけれども、はい、第18代目ということで、はい、まあ、入会したのが2013年の4月ということで、はい、まあ、今ね本当に思うように活動はできていないということなんですけれども、ね、はい、今まで YEG の活動を通じてご自身の会社とかに役立っていることとか、入ってよかったなって思うことって何かありますか？そうですね、直接、まあ、壁紙張り替えてとか、うんうんうん、まあ、カーテンしてとか言って直接連絡くれたり依頼してくれるメンバーがいたり、うんうんうん、まあ、あと困った時にね、こんな失敗どうしようっていうのを頼めるメンバーがいっぱいいますんで、あ、まあ、その辺は気軽に声かけれる、友達になったらね、あ、電話一本で来てくれたり、はいはいはい、見積もりしてくれたりするんで、うん、はい、この辺はすごい良かったですね。 YEG に入って、はい、こうお友達がたくさん広がりました。そうですね、やっぱりね、あ、はい、できました。うん、皆さん経営者でいらっしゃるから、こうそうですね、ほぼほぼ、うん、はい、分かり合えるところとかもあったり、はいはい、そんなね YEG の活動の中、今までされてきた活動の中で思い出に残っていることとかあります？まあ、やっぱり近いところで言うと卑弥呼フェスですね、あ、はい、2019年、はい、にやったんですけど、まあ、相葉浜公園でこう縦穴式住居作ったり、はい、いろいろフェスして、ね、はい、本格的にされたって聞いて、ね、なんか前日に台風が、そうです、そうです、ね、はい、前日というか、まあ、前日に来とって当日半分中止になったんですけどはい、そう、結構この卑弥呼フェスは思い出に残ってるって
あの会員の方もね、はい、おっしゃる方多いですね、はい、あでもみんなでこう力を合わせてこうそういうことをやっていくっていうのは本当楽しいですよね、はい。で今後の YEG の活動はどうですか？そうですね、その卑弥呼フェスにつなげて、うん、去年、撮った映画ですね、はい、少女エッチっていう映画がありますので、はい、それをあの、まあ、皆さんにお見せする、うんうんうん、一般に公開する事業っていうのをやりたいと思っております。あそうなんですね、はい、うんうん、まあ、あともちろん今このやってるラジオ事業ですねはいはい、はい、これを、まあ、続けていくことと提言事業といってあの、まあ、政策提言を、はい、まあ、真面目なところで、はいはい、徳島市とか徳島県の方に、うんうんうん、はい、提言していくという事業をやっていきたいなと思ってます。あそれはもう特にラジオの方力入れてくださいね、はい、もう私、はい、チェンジとかやめてくださいね会長。いやいや、まあ、これはあのちょっとちょっと検討しなきゃいけない、はい、いやそれはないですよって言われるのかと思ったまあまあそれはみたいな、いやいや、まあ、頑張っていただきたいと思います。頑張っていただきたい、はい、そうですね、はいはい、今後も YEG の活動も力を入れつつ、はい、まあ、あのご自身でもね、あの木之内株式会社木之内 の、はい、あの代表取締役であるということなんですけれども、ね、はい、私びっくりしたんですけど創業116年の歴史を持ってる、はいはい、すごいですよね、はい、そうなんです、はい、明治時代明治38年創業ですごくないですか。すごいですね、116年って言ったら白草さん生まれてないですよ、はい、いや誰も生まれてない、誰も生まれてないねえ、そんな歴史のある会社なんですけど、はい、どんな風にこれからこうしていきたいなとか展望とか目標とか何かありますか。そうですね、まあ、あんまりこうなんていうんですか、ものすごいこう倍に売り上げ倍にしたろうとかいうのはなくって、うんうん、まあ、着実に一歩ずつ進んでいけたらいいなと思って、うん、出ます、はい、いやでも本当に明治時代からっていうと、うん、明治時代壁紙ってあったんですかね。明治時代は多分まああったかもしれないと思いますね、はいはい、出始めた頃かな。そう、いやいやいや、ないと思います。 今の壁紙ってあのビニールの壁紙なんですけど、うん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 、まあ、古いのは織物とか紙の壁紙、うん、はい、でまあ、当時多分扱ってたものが襖の材料とか、あ、まあ、掛け軸の材料とか、うん、そういうものを扱ってたんじゃないかなとなんかそういうものとかも倉庫とかに残ってたりするんですか、はい、そういう歴史のあるものとか。いやもうその明治とかのものは残ってないですね、うん、あ、はい、そうなんですね、はい、いやでも幼い頃からねずっと見てきたお仕事ですから、はい、これから着実にもっともっと幅を広げていただきたいなと思っております、はい、またね技術者さんとか職人さんがやっぱ減ってきてるんですかね。減ってきてるんでぜひあの入ってきていただきたいなと思いますので。本当ですよね、はい、今からこの時代も本当技術必要ですよね。ぜひ必要です。我こそはという人は株式会社木之内に、はい、連絡ください連絡ください、はい、さあもうあっという間の時間でしたがエンディングの曲が聞こえてまいりましたが、はい、じゃあ会長最後にラジオを聞いている人へのメッセージをお願いできますか。はい、あの YG 先ほども言いましたけども入会者募集中でございますので共に活動して徳島を盛り上げていくように入会してください。お願いします。はい、もうね楽しい方々いっぱいですのでぜひ興味のある方入会していただきたいと思います。さしらくささん、はい、突然ね入っていただきましたけど今日どうでした。あの勉強になりました本当に本当にあんまり喋らなかったですね、うん、はいはい、あのしらくささんの回もあるんですかね。今のところ予定はない。あ、まあ、またね、またね、はい、機会を見て遊びに来ていただきたいと思います、はいはいはい、さあ今日はですね株式会社木之内代表取締役そしてですね YEG で第18代現会長でいらっしゃいます木之内隆さんにお越しいただきました。木之内さん今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ来週は株式会社ワークサインのマー君こと川野さんにご登場いただきます。秋内ラジオの再放送は毎週木曜日23時から2本分をお楽しみいただけます。また徳島 YEG のホームページでは過去の放送も公開されていますのでそちらもぜひお楽しみください。それでは次回またお会いしましょう。ナビゲーターは和渕道夫でした。さようなら。渚には世界